皆さんおはようございます。風の子です。前回ですね、この BMW の、純正の電熱ジャケットの、延長ケーブルをですね買いましたので、それの、試しで今から走りに行きます。で、今ここから電熱の、ジャケットを着て、右ポケットからこの延長コードが出てる状態ですね。では受けてみましょうか。で、これがですねヘラソケットの先端部分になるんで、これをやっぱ遠いですよね、このバイク本体に取り付けて、でこれがここにつながる形ですね。はい、バッチリですね。でこんな感じで今私の右ポケットから線が出てます。はい、今ですね外気温8度ですよ。あ、外気温じゃない、水温が8度です。しばらく暖気しますね。その間に、この電熱なんですけどちゃんとつくかどうか試します。確かこれスイッチをですね長押しです。あ、つきましたね。で、黄色が中間で赤がマックス、これが、一番低い状態ですね。緑、黄色、赤、とりあえず緑で行きます。で、しばらく暖気しますね。今水温計が31度なんで出発しますか。で、トリップメーターをセットしていきます。で今日もですねレーシングブーツ履いてるんで、このレーシングブーツ第2回目、前回と比べて慣れたかどうかも検証します。でですね、今アイドリング1分してスタートしたんですけども、すでに電熱がポカポカであったかいです。で等身長蓋を左曲がないと変更します。で次の信号左ですね、ナビだと。レーシングブーツのですねいいところは、これ風があんまり入ってこないんで、防風効果もあって、すごく今、外気温がですね、これ外気温ないか分かんないですけど、まあ多分今日0度ぐらいだと思うんですけど、まあ、それでもすごい快適ですね。足元から、ね、風が入ってくると、せっかく上下でねこういったウィンドブレーカーつけて風を防いでも、下から入ってくるとその風で胸元とかね冷えてやられちゃいますので、それがレーシングブーツのいいところですね。なんですけど、今なんとなく分かったのが、自分が思ってる以上に、上げることですね。なんで普通の短いショートタイプのブーツよりか2倍ぐらい上げる気持ちでやると割と入ります。メートル先新味噌の橋を左方向です。でブレーキも同じで、いつもよりか2倍ぐらいの力でですね、こう下に下げるっていうふうに意識すると、いつも通りの、パワーでブレーキペダルを踏むことができます。
で電熱ウェアはあのもうポカポカですごい快適です。なんか家にいるよりか暖かいですね。あの家にいると、まあ、エアコンつけっぱなしだとね電気代もったいないんで、例えば日中の間とかはなるべくつけないようにしてるんですけど、その時に比べて全然暖かいです。まあ今は止まってるってのもあるんですけどね。あと冬場はですね、今あの水温計95度でこうやって止まってる状態なんですけど、バイクからの排熱がやっぱり思ったことなくてですね、バイクが暖房器具になるってことはないですね。今日はね大晦日前の30日なんですけど、まあ、道路空いてるかなと思ったらそうでもないですね。普通ですね。砂利でしたね。ちょっと U ターンしてアスファルトのところに飛びます。ここも砂利か。なんか砂利のね駐車場しかないですね。どうしようかな。